班長さんこんばんは。ただいま。新潟ただいまって感じです。今日帰ってきた。ただいま。そう、眉毛整えた。別にそんななんか変じゃなかったんだけど。整えてきた。整えてから帰ってきた。朝一でなんかオープンの時間に行って予約取れたから、そう行って整えてきました。やったね。みんな明日月曜日だね。信じられないよね。BPM108 さんこんばんは。信じられなくない？結構マジで。私は信じたくないよマジでよ。月曜日ってなんでこんな鬱なんだろうか。クロスストーンさんこんばんは。そうなんか週末に向こうに帰るんだけど、そう帰ってすぐ予定入ってるのなんだけど、そこまでに行ける日がなくてもこっちにいるから、そうだから帰ったタイミングで一回眉毛整えておこうと思って行ってきました。ドリーマーさんこんばんは。なんかやっぱりさ、回数をさ重ねていくとさ、まあ、抜いてるからさ、毛が抜いてるところは毛が細くなってきたりとか、そうなんか生えるスピードが遅くなったりとかしてる。このまま生えてこないでくれと思うけど、なんか別に生えてきてもいいんだけど、なんかもうちょっとプッてやったらピュッてもうすぐ抜けちゃうくらいになってほしいなって感じ。リベドラさん、ジズさんこんばんは。そうだね、でも仕事明日休み。いいなぁ、羨ましい。お休みなのか。いいね、ゆっくり休んで。月曜日休みってなんかさ、優越感やばくない？なんか金曜日の休みより月曜日の休みの方が嬉しいんだけど、まだっけ。みんなさ、どっちが嬉しい？なんか普通に土日とくっついてる休みで、金曜日に休み、金土日休みが嬉しいか、月火水じゃないや土日月で休みか、どっちがいい？マンは圧倒的に月曜日休みの方がいい。ジズーさんお化けありがとうございます。お刺身さんこんばんは。理想の眉毛の形のまま勝手に生えて勝手に抜けて、いやめっちゃわかる。それな、それな、いるとこだけ勝手に生えてさ、いらないところは勝手に抜け落ちてほしいよね。てかもはや生えてこないでほしい、いらないところ。ジズーさんコウモリありがとうございます。ケースケイさんコウモリありがとうございます。ももっちさんこんばんは。あー、火曜か水曜、まあ、確かに。でもそれもあるかも。それいい。あ、金曜日派？よしさんこんばんは。なんかさ、まあね、今大学の授業がさ、火曜日が全休なの。だからさ、普通に学校行けばなんか何、他の学生とかはいるけど、自分は休みなのね。でさ、まあ土日も休みで、まあ、日曜日は全員もう統一で休みなんだけど、土曜日は授業が入る時もあるので、まあもう入ってた時があったけど今はなくて、土日は休み、固定で休みで、火曜日は全休だから、まあ休みなの1日。さあ、まあ土日か土日休みで、土日休んで月曜日嫌だなってなるけど行って、でまた火曜日休みなのよ。
だからなんかであともう水木金行けばいいだけじゃん。なんかその間にね1日休みが入るってのも確かにいいかも。ってなるとやっぱ水曜日とかがいいのかなね。2日行って1日休んで2日行ってもう2日休むみたいなね、いいかも。リベドラさんお菓子ありがとうございます。3連休ならどっちも嬉しいけど一番は週の半ばで1日休みが、やっぱそうなんだよね、みんなそうなんだ。まあ言ってくれない、休みなんていらない、休んで、休みいるよ。祝日だと交通費の割引効かないから金でも月でもどっちも。ああなるほどね。アノノさん、ケイちゃん、ケイタさんこんばんは。そう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 、えめっちゃわかる。週休5日いいよね、マジでわかる。それな、2日じゃ足りないからって感じじゃない、マジでマジでやだ。週3日ぐらいがいい。週3日出勤とかがよくない？まあ週休4日、1日おき？そうすると週3日だとさ1日おきに休み？だって月水金出たとしたら火木土日、そうだよね、1日おきじゃないか別に、土日がつながってたらね。ねえ週休7日がいいよね、マジわかる。ほんとそれな、マジで嫌。働かなくていいなら働きたくないよねみんな。力まっしぐら、ほんとそれ。あー確かに育休や介護で週休3日もできる。でもさそれってさ、それって果たしてって感じじゃない？仕事は休んでるけど結局さね、肉体労働じゃない？それもまあ介護とかはね大人だから、まああれによるけどさ、大人な場合が多いじゃんか。だから大変だと思うよ。カズーさんこんばんは。ね、しかもほら自分のさ意思でさ体を動かせないとかなるとさ、なんていうの、普通の体重よりも重く感じるっていうかさ、普通の私みたいなさ人がこう解除してもらうってなったら、ある程度自分の力でも起き上がれるから、ちょっと支えるだけとか背中を支えるだけとかでも大丈夫だけど、マジで動けないとかなるとさ、もう全体重をさ自分の力でこう上げたりしなきゃいけないじゃん。あの赤ちゃんが寝るとさ重くなるみたいな感じ、重く感じるみたいな。そう、よしちゃんこんばんは。そうそうそう、だから大変だよね。こうダラーンって脱力してるとさ、こう掴む力がないとかね。ヒコットキャットラミコさんこんばんは。ね、そうだよ、赤ちゃんなんてさ、まあ赤ちゃんは赤ちゃんで目が離せないしさね、泣かれればそれはそれでストレスだしみたいな、まあ、いくらね自分の子供って言ったってさ、そんなギャン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 ずっと泣かれてたらさね、さすがに、しかもそれずっと聞いてなきゃいけないってなったら、まあストレスもたまるよねみたいなね。今はほら保育園とかがさ足りてないんでしょとかなったらやっぱ大変だよね。お母さんが休み取ってずっとさやんなきゃいけない、大変だ。お刺身さんコウモリありがとうございます。まあ赤ちゃんだと地方は大変、まあ地方はね、うん、そうてか、あの保育士が足りてないんだと思うよ全国的に。そう、まあやっぱりほら低賃金とかがあるんじゃない、低賃金とかさ、まあ時間外労働、あのお給料が出ない時間外労働っていうかさ、その時間外労働に換算されてないみたいな、持ち帰り仕事みたいなのがやっぱ多いイメージなんだよね保育士さんって。友達とかさそういう仕事してる子いるけどさ、もうなんかやっぱりあのほら行事の前とかはさね、
そういうのが特に増えるから、こうなんか家に持ち帰って休みの日にやるとかさ、めっちゃ大変やん。22歳児ってやめて。上杉さんこんばんは。そうだよ、大変よ本当に。ああいうさ仕事もさねえ、そうそう、まあ有給とかはね制度はもちろんあると思うけどさ、担任とか持っちゃったらね、なかなか取るに取れないじゃん。それこそ本当なんか体調不良とかさ、めぐみのさんこんばんは、なんか冠婚葬祭とかなんかもう本当さそういうレベルじゃないと取りにくくない、気分的に。まあね、今はねなんかそういう体制がさ整ってるのかもしれないけどさね、みたいな、なんかそれこそじゃあなんか趣味のためにちょっと有給取りたいですみたいな、なんか普通の企業とかだったらさ自分の仕事がさ滞るだけじゃん基本、まあ職種によるけど。だけどさそういうのってさ自分がどうこうの前にさ子供たちがとかなるわけじゃん、やっぱり取りづらいよねみたいなさ。そうなかなかね難しいよね。そうそうそう、法律でねいつか有給取れるはずだけどこっちの都合ではなかなか取りづらいのが現実。やっぱそうでしょ、そうだよね、そう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 。だからやっぱさ、なんかさせっかく働くんだったらそういうのがちゃんとしてるところがいいよね。仕事に余裕がある日に勝手に入れて嫌だよね。そうとかさ、あの年間休日何日以上みたいながいいよね。120日ぐらい欲しい、120日以上でも今結構いっぱいあるよねそういうさところ。そういうのをさしないと多分さ来ないでしょ人が。勇気は自由に取ります、まあマリアですよ。そうそうね、そうやってできればいいけどね。そう無理だよマジで。だって365日でしょ基本1年間って。年間休日120日ってさ、235日は働いてると鬱だね。なんかさ今の大学の授業ですらもうさヒーヒー言ってんのにさフルタイムでなんて働けない、マジで本当にやだ。助平さんだるまありがとうございます。ガチで無理なんだけど本当にやだ。え前髪切りたい、すごい長いね。みんな偉いねマジで。マジですごいよ。しかもさ、まあ、計算間違ってね、なんか245だったんだけど。最近は有給休暇取るのに上司が理由聞いちゃダメってことになって、えそうだよそうだよ。えだってさ大学とかでもさあの使用でいいもん別に。そんな USJ なくない、だってそんな別にいいやん権利なんだから。あはるかちゃんこんばんは。すごい話してる時にこんばんは、どうもこんばんは。カズさんこんばんは。そうだよ定時退社当たり前だよ、推奨して。そう有給の理由だからさ使用ですって、使用のためだよそんな。友達が普通のブラック企業ねえ。グーさんこんばんは。やっぱりさまあさ謙虚さも大事だけどさねえ、だって働く、いやまあほらもうずっと言ってるじゃん、もうさ別にさ自分の人生を彩るために働くんであって働くために生きてるわけではないから、こっちだって選ぶ権利があるわけじゃんやっぱり。
だからでもだから本当にあの未来ある若者に言いたいのは、あのだからそうやって選ぶ権利があるからこそ選べるうちにやっといた方がいいよって思うよね。私はもうこうやってギリギリにさなるとさ、じゃみんなにいろいろ言われてさあー探られる、やだねそれ、やだね。正直に書いちゃえ、だるいんで休みますって来たくないので休みますって書いて。カヌレさん、ドラミュンさん、こんばんは。そうだよ、そうそう、別に働くためにね生きてるわけじゃないから。みんな、ヤーマンさんこんばんは。でもさ、それで仕事が好きって人すごくないってマジで思うんだけど、どういうこと？仕事に生きてる人ってすごくない？キャリアウーマンみたいな、バリキャリーみたいな、かっこいいなと思う。でもさ、そういう人ってさ、ある意味自己肯定感が高いんだろうなと思って、その多分仕事してる自分が好きなんじゃない？それすごいかっこいいよね。なんかそういうマインドになれたら多分楽しめると思うけど、私多分マジで無理、そういうマインド一生来ないと思う。ライブ行きますって言うと、それ行かなくてよくない？とか言われる。うるせえなは？そんなこと言う権利なくない？って言ってやれ。さっき村上さんこんばんは。え、すごい、かっこいいんだけど。私は仕事大好きな人間です、料理人やってますって、かっこよ。何系の？とか言って聞いちゃって大丈夫なやつこれ。和食とか、なんかそういうあのアバウトな感じで。洋食？和食？え、めっちゃかっこよくない？料理人だって、すごっ。え、だからさ、あれよね、あのさ、そのなんか好きを仕事にできてる人もさ、すごくない？才能だと思うんだけど。行かなくていいかどう、いや本当だよね、そんなことそれな、別にさ、てかまず聞く必要なくない？っていう、そんなの。ティダカンカンさんこんばんは。有名な会社ほど入社してみたら裏企業だね。こんな会社辞めてやるとか言ってね。仕事内容は好きだけど、雑務とか人間関係とか諸々含めると仕事嫌い。あー、まあそうだよね、そうだよね。逆にさ、なんかバイトとかでもさ、なんかバイトの内容自体は好きじゃないけど、人間関係が良すぎて辞めたくないみたいなことがいるもん、周りに。やっぱ働く環境って大事だよね、普通に。人いないんで行かないといけないんですっていうかなるほどね。美味しい料理で人を幸せにできるの素敵。かっこいい、いいな。そっか、アイドルも同じだと思えばファンを楽しませている。本当そうかな。なんか少しでもそういう風な存在になれてたら嬉しいよね。ね。今の仕事趣味延長線上にあるけど、ブラックで給料が3年も上がってない。それもなかなかやだね。働く意味とはってなるくない？今仕事楽しめてます。素敵なさことだよ、それって。今の社会でなかなかそう言える人って多分少ないと思うんだよね。人間関係悪いわけではないけど、やっぱり気遣いしなきゃいけない。まあね、そうだよね、そうだよね。自分の仕事が人の役に立ってると実感できる職業は羨ましいすぎね。そうだよ。でもさ、あれだよね、だから何かしら役には立ってると思うけどね、見えなくても。豆の目さん、南国さん、ヒデさんこんばんは。あ、ヒデさん深夜帯134人目、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、嬉しいやっくりになるので給料増えます。やったね。つらから
空なわけないよね。この状況で空いをさ申告してくるわけない。あーそっか、確かに。でも体調面とかもあるもんね。難しいね仕事ってね。大人になるって大変だよね本当に。ってマジで思うよ。なんかさ本当ちっちゃい時とかはさ、とか10代の時とかって早く大人になりたいなって思ってたけど、ガチでガチで10代とかいいよ。10代ってかなんかもう若いって素晴らしいよ。私もまだ若いけど、なんかやっぱりその成人してしまうとどうしてもやっぱ責任がついて回ってくるじゃない。私みたいにのらりくらり生きてる人はさ、そうやっぱりさ、なんかその自分で自分の首絞めがちみたいなところあるから、全部自分のせいなんだけど、そんなの、そんなことはね誰のせいでもないんだよ、自分のせいだから分かってんだけどさ、そうなかなかね、その根付いたさこのサボり癖をこう払拭するというかって難しいんだよね。だから何かきっかけを作ってこうやるしかないってさ思うしかないんだよ、自分でこう自分を鼓舞するしかないの。でもまあまあ目標ができた、もうここまでに全部終わらせるぞっていう目標ができたの。そう、めんどくさくて技術職になったけど勉強ちゃんとしておけばよかったなって。わかる、まあさんみたいな美人さんって普通に幸せ。あー、そう見えます、そう見えてるなら嬉しいですけど、全然別に、やっぱほら人は見かけによらないって言うじゃん。だからさ、例えばお金めちゃくちゃ持ってるけど幸せとは限らないし、お金がなくても幸せな場合もあるし、うん、だそれは人それぞれだよね。だから例えばさ、恋人がいるから幸せっていう人もいれば、別に恋人いなくても幸せですっていう人もいるし、なかなかね、それは人による。ケントさんこんばんは。わかる、勉強した方がいいわ、マジで。大人になってからさ実感するよね。大人になりきれず、そして重ねた子供だから社会、わかる、まあ一緒一緒一緒、マジでそう。なんかもうてか、なんかさ精神年齢下がってる気がする、だんだん。ちっちゃい時の方が大人だったかもって思うもん今。なおさん、タコ坊主さん、もやしんさんこんばんは。マジで思います。今日はるかちゃんとねずっと連絡取ってた、ずっとってわけじゃないけど頻繁に連絡を取りました。今日なんだかんだ連日連絡取ってるけど。そうそうなの、いっぱい会おうねって、冬いっぱい会おうねって話。なんかマウが今すごいバタバタしててあれだから、そうだから、あの冬いっぱい会おうって言った。楽しみ。ゆきりん卒婚申し込まないとって気持ち。それは申し込んでくれ、それは申し込んでくれ。自分がバカだから ゆえ他人に迷惑をかける。でもさ、わかる、あのまあもうなんか自分ミスして自分が困るだけだったらいいけど、なんかあのやっぱ人に迷惑をかけてしまうってさ、やっぱ落ちるよね気持ちが。あーってなる、自分のせいでってなっちゃう。いいよいいよって言ってくれてるけど、やっぱ迷惑にはなってるよねと思ってさ、あーごめんなさいってなる。ファンタンさんこんばんは。わかるわかる、そうだよね。でもさ、人ってそうやって失敗して学んでいくんだよ。仕方のないことだよね。まあでも失敗をしないと成長もしないっていうパターンもあるからね。新たなことを学ばずに生きていくっていうねことにもなるからね。そう、迷惑をかけてない人なんていない、マジでそうですって口では言いつつ、まあマオもそうなったら落ちるけどね。そうそう、やっぱお互い様っていう言葉がね一番ですよね、そういう時は。
ゆうさんこんばんは。いいじゃん、そうだよ、いつもごめん。そう、チュー、可愛くてごめん。はるかちゃんがよく歌ってるよねこれ、可愛くてごめん。私が私のことを愛して何が悪いの、シートでしょうか、痛いだとか、うーん、届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いて。全然合ってない。マジで合ってない。歌詞乗っ取りゲームみたいになってたから今。ガッチャンさんこんばんは。最近全然来れてなかったごめん。全然よ、ハートありがとう、ありがとう。全然わかるね、可愛いはるかちゃんにぴったりと思っていつも聞いて、え、めっちゃわかる。なんかさ、しかもさ、私あのさ、もう中の元気が出ないの多分。めっちゃ羨ましい、あれ可愛く歌えんの。まあチューの時死にそうになる、多分チューってなる。全然可愛くないし、羨ましい、ああいうなんか可愛らしい感じの透き通った感じの声の子、羨ましい。嫌じゃない、みんなも見たくないでしょ、死にそうなチュー。え、でもさ、かといってさ、かといってよ、かといってさ、キー下げても嫌じゃん、チューみたいな。じゃん、可愛くないやん、なんか。マサパンダくんこんばんは。嫌、うん、じゃんね、チュー可愛くてごめんもう嫌じゃん。一個高いよ、だってあれ仕事中につき聞くがめ、あ、全然いいです、むしろなんか仕事中にありがとうございます。諦めるな。いや、あの諦めってないけどさ、やっぱこう不可能なことってあるじゃん。人生未来さんこんばんは。はるかちゃん紹介してそこだけ中要員おもろ。モーフちゃんこんばんは。そういいよね、あのアイドルとかも、誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドルもさ、今のやつが歌いやすいけどさ、本当はさ、もう一個上じゃん、もう一個か二個ぐらい上じゃん。てつさんコウモリありがとうございます。みやさんこんばんは。アイディアソン、情感たっぷり歌い上げる。あー好きですね、ニッシーね、歌いやすい、好きです。本当はねギフトが好きなんだけど、ないんだよねこれ、カラオケ、ここのカラオケにないの。ニッシーのギフトっていうクリスマスシーズンにぴったりの歌があるんだけど、それ大好きで歌いたいんだけどないのよ。最近のさ曲はさ高いのよね、キーがもう低音ボイス殺しですよね割と。そうだから私はもう男性ボーカルの男性的にちょっと高いみたいな感じが歌いやすいです。そうギフトめっちゃ好き。ガウさんハートありがとうございます。そう、ね、もっと仕掛けてよ、その仕草何もかもがってやつ、君と僕への、君の僕へのか、贈り物独り占めってやつ。のんのんさんコウモリありがとうございます。抱きしめたら許さないってごめんね、もまだ言い終わらないのに、無邪気な笑顔見上げしまう、だからもっと好きや、ずっと
みたいな。夜遊びとか夜しか好きだけどキー高すぎて絶対。あー、にゃんさんも中のところ苦戦してます。待って、あやにゃんが苦戦してるなら私は不可能だよ。苦戦とかじゃない、無理ごめんね、無理。喉の調子治った？いや、なんかね、治ってはない、本調子じゃないけど、別に歌えるは歌えるよ。なんか喉が痛いわけじゃないから歌えるんだけど、なんかガサガサしてるって感じ。なんかずっとなんかガサガサしてる、本調子ではない。マツケンさん何でそんな急に渋いのジュアルデイズが歌える気。あ、そうなんだ。でもじゃあ高めじゃない。でも本当は今でもそばにいてほしいよでしょ。もうこんなんフル裏声なんだけど。だけど君を引き止め、あれ、ちょっと待って、もうなんかこういう変なところが分かんなくなるわ。見つめ合うほどに切なくなんか分かんないな。不意に思い出がじわるでーすでしょ。好きだけど忘れちゃった。こういう音と雨空っていう歌とか、あ、歌いやすい。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、好きない好きだよが揺れる恋と雨空、君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。いいじゃん、ラップがあるから歌いにくいけどね、ラップ部分が。花粉の典型やん、ガチか。花粉やん、じゃあ。だとしたらやだー、花粉じゃん。カラオケ配信したい早く。南国さんだるまありがとうございます。怖いよね急にあれを聞いてます。緑黄色社会のサマータイムシンデレラっていう、あの一個前の月9そうの主題歌なんだけど、めっちゃ好きなの。予定ではかんと思うとか、そう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 です。なんかね、普通にさ今やっちゃえばいいやんって話なんだけど、今ってかこっちにいる時にやっちゃえばいいやんって話なんだけど、あのね忙しいの。そうだから忙しいからちょっと落ち着いてからやりたいなと思って、10月中にはやるけど関東戻ってからがいいかなって思ってるんだよね。言葉にできない思いあふれているのに、めぐり合わせるの初めての色に染まる、もう誰にも止められないほど、てんてん始まりは冬ついて、それでも二人は恋を取って駆け出した。そうなの、高いの高いんだけど好きすぎて、これが
歌いたい。ありがとう、無理しないでねって、ありがとう。もうね、ほぼ裏声だよこんなんだけど、めっちゃ好きなのこれ。うん、歌うね今度頑張って。なんかさ、あの最初の方に歌うわ最後の方声出なくなるかもしれないから、最初の方に歌うね。そう、あとなんか前にリクエストもらってたやつとかも、あのメモってあるの。そうだからやりたいと思います、歌いたいと思う。てかさ、曲普通にちょっと探そう、あるのかな。あ、あったあった、波乗りかき氷とかもさ、忘れてないよ。まあもう いつの話やねんって話なんだけど。ああ、さっき村上さん音符ありがとうございます。さよならの前にってどんな歌だっけ。なんか曲名聞いたことあるぞ。ドリーマーさん、だるま、ありがとうございます。ずんのこぶしりくなんでさっきは渋いの、マツケンサンバとか。タッ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 、うん、いいじゃん。たたけぼんご響けサンバ、でで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 、誰も彼もなみのりかき氷めっちゃ、そうあれ好き。たとえ気合ってなくても好きな曲歌うとすごく感情が入ってすぎ、え、嬉しい、なんかそんな真剣に聞いてくれてるの嬉しいあ、言えない、言えないよーね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 ーみたいなやつだっけ。パパママ世代の曲だと何が歌えるの別に、まあプロゴルファーさら歌えないから青春フィソロフィーって何？誰の曲？今私がここで検索すればいいんだね。やばい、やばいぐらい高くなければ歌うけど、歌えるけど。あ、AKB だった。聞いたことないな。ちょっと聞いてみるね。なんかすぐは歌えないかもだけど、なんかどっかで歌えたらいいな、いつかのカラオケで。ワイマツさんこんばんは。フィロソフィーだった、しかも読み間違えてるしね。ワイマツさんコウモリありがとうございます。こんばんは、いいね、ちょっと聞いてみるね。ハッピーエンド、単純なことなんだきっとだっけ。君が持ち合わせていたんだが、なるくらい。そう、バックナンバー歌いやすいんだよね本当に。わいまつさんハートありがとうございます。私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャーテレレレテンテレテンテンテテンテテテテテンテンテテテテンテテテテテン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 テテンテテテンテテテテンテテテンテテテテン。真冬の欅堂
っけ、あれこれ違う曲、突然告白されたって、これ違う、あれマジョさんこんばんは、マジョのお帽子ありがとうございます。どうして私のことを選んでくれたの、仲良しグループ映画の帰りに横に並んだあなたが好きだって、そっとギュッとみたいな全然違うと思う想像もしてなかったの、あこれそうじゃん、見つめ、なんでこれ知ってんだろう、見つめられたらプレッシャープレッシャー、愛になれてないから、ウォンウォンウォン、私に期待しないで、レレ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 、え、なんか知ってるねこれ、え、バックナンバーワンワンの実力が出せる曲、嬉しい、いいよね、いい、キュンキュンするよね、これひろさんこんばんは、あー、チャンジュンね、じゃーんチャンスの順番、次は君に来る、これ振りが難しいんだよこれ、うん、確かに私パルルさん好きだからそれで知ってるのかも、どれが早いかなんて意味がないと思う、昨日の君が出遅れていてもてて、そのうち風の向きも変わり始める、ここ歌われて、自分には何が足りないのだろう、一人悩んだ時もあっただけど立ち止まっていてもしょうがない、じゃんけんみたいに運は巡るもの、今までついてなかった今度は君の番だ、くじけちゃいけない、泣いてちゃいけない、ニャローさんこんばんは、ドンテンさんハートありがとうございます、リコちゃんこんばんは、おもろ、懐かしい、やってたよチャンジュン、めっちゃ研究生めっちゃやってたくない、めっちゃってか、なんかなんかの公演でやってたのかな、あれなんだったっけ、忘れちゃった、やってたやってた、いいよね、いい歌、足りないものは運営に好かれる愛想とか信じたが間違いない、グフさん、シカオさんこんばんは、あ、おやすみ、お疲れ様、ゆっくり休んでくれ、おやすみね、え、懐かしいね、 AKB ってでもさ、いい曲多いよね、曲好きだよ普通に、いつももう脳のどこの部分で振り付けと完璧に覚えてる、あ、脳が覚えてるっていうか、なんかもう体が覚えてるかもね、もしかしたら、だからなんか細部が思い出せないもん、なんか大体の振りとか大体の流れとかは分かるんだけど、あれここなんだっけみたいなのがいっぱいある、そう、マックスとかはさ、もうさすがに踊りすぎたから、多分もうあれが踊れなかったらまあもう終わりだなと思うんだけどマジで多分あれは一生踊れると思う、そうだけどさ、なんかもう好きだけど何回かしかやってなかった曲とかって、なんか足が分かんなくなったりとか、なんかもうこれ手振りはできるけど、なんかじゃあいざじゃあもう全身で踊ろうってなると
足が分かんなくなったりとか、なんか手の細かい振りがあれなんだったっけみたいになったりとかはよくある。そう、まあ踊る機会ないけどね。もうグフさんハートありがとうございます。そうそうそう、ねえ、わかんないけどさ。夜風の仕業の振りわかるなんて。夜風の仕業って振りあんの？夜風の仕業好きないんだよね。カラオケ歌いたい。オレンジ色の三日月が空の端っこですねてるみたい、電話くらいできなかったの。シュレッダーうるせえな。あなたが憎たらしい、ずっと待ってたのに、今日仕事が忙しいことなんて私にだって分かっているけど、一人きりのアスファルトは足音が寂しすぎて空き缶の一つ蹴りたくなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい、今すぐこの空を飛んで行きたい、どうしてこんなに好きになったんだろう、本気になるつもりはなかった、夜風の仕業って。もうめっちゃいい。蹴りなくなるでの蹴る仕草って右だっけ左だっけ決まってんの？当時相当練習回数この人が残って、あー、でもなんか私はあの踊ったりすること自体は別に嫌いじゃなかったの。ダンスとかすごい好きで習ったことはなかったけど、なんか幼稚園の時とかからさ発表会で踊ったりするの大好きで、そうだからダンスとかは普通に好きだった。そうだから別になんかアイドルとしての仕事が嫌いだったわけではないの。まあ全然歌うのも好きだしダンスも好きだし、そうって感じだったけど、あなたの代わりはいないもいいよね。あなたの代わりはいない、でこれ多分あるよ、ここに入ってる。竹村上さんペンライトありがとうございます。ピンクと黄色、そうそうそう。えなんかね当時ね私がね活動してる時にね嬉しかったことがね、あのいやまあでもね踊れる人なんていっぱいいるからね、まあ以外にも。確かにねジョイサウンドだと結構フォーティエイトグループの曲はねあるけどさ、あるけどね、なんかあこれないんだみたいなやつがいっぱいある。振り結構覚えてる。うん、なんかあの公演でやったやつとか好きだったやつとかは割と覚えてます。そう、あの嬉しかったのがさ、なんか卒業公演の時に、なんか公演ってさ、なんか今は結構全部生歌でやってるみたいな感じっぽいけどさ、当時はさ歌ってたけどなんかちょっとさ声が入ってたりとかするんだよ、かぶせみたいな、聞こえづらくならないようにみたいなのがあったりするんだけど、なんかあの下の名やった時に歌割り、自分の元々の歌割りで、あの信じなくちゃ何も始まらない、いつかはみんなであのステージで最高の願いを叶えようっていうところがあって、そこを私が一人で歌ったんだよね。てか
その時いた人が多分私しかいなかったのかな、多分ね、大滝と角と私とみたいな感じだったの、歌割りが。で大滝は卒業してたし、角は腰痛めて休養してていなかったので、私しかいなくてソロパートみたいになったの、ちょうど。でその時に全然何にも言われてなかったの、事前に。なんだけどもうパッて音声をさ切られてたわけで、私基本ずっとフルの歌声で歌ってる人だから、公演中とか何でもね、その下の名とかに限らずずっとそうしてきてたの今まで。きついよ、そんなんきついに決まってるよ、踊りながら歌うなんて。マンポンさんこんばんは。そうだけど、でもやっぱりさ歌って踊れるアイドルなわけでしょ、だからさやっぱりそこはと思って、まあ歌ってたのよずっと初期から。そうだからさ、それをさ信用してもらえたってことじゃん、それ。そこで私に事前通知なしでそうしてくれたってことはさ、そうだからそれすごい嬉しかったんだよね。びっくりしたけどね。びっくりしたけどね。そう歌ってコールすなよ。どういう状況なん。そうそうそう、まあだからまあね、お世辞にも上手とは言えなかったかもしれないけど、そうなんか、そうそう、そこはね、なんかまあ認めてもらえたじゃないけどさ、なんかそういう風に切っても大丈夫って思ってもらえてたんだなと思って、そう嬉しかった。なんかその技術さんとかとはすごい仲良かったかとかとはっていうとちょっとあれなんだけど、そう仲良かったし、それこそ今イベントとかでお世話になってる人って、あの当時ね劇場公演の舞台監督とかやってくださってた方だったから、だったからじゃないわ、だからそうなんか嬉しかったなって感じ。そうそうそう、だからびっくりしたよ。え、でもあのしかもあのなんかマックス時の最後、マックス時を最後にやったんだけど、もうほんと一番最後にやったんだけどさ、卒業公演のあのさ、落ちサビじゃない、あのダーメロってあるじゃん、深い雪もんところ、やがて溶けてってやつ、坊主の方、あ、じゃないじゃない、女性の方。そう、そこさ私もともと歌割りじゃないの、なんだけどあの最後のサビの時にあの1列目のセンターのところにね行かせてもらったのよ、ちょっと恐縮だけど。そう、そこに行くためにそこで歌割りを私がさ作らないといけなくなっちゃって、でそれもさ自分の声とかはさ撮ったことないからさ、普通に歌ったのその時なんだけどあの全然さむず、もう歌ったことないし、まずっていうか撮ったことがあるないとかじゃなくて、そもそも歌い慣れてないから、で踊ってるじゃん前後に、でもさすごいのよなんかママにさ、なんかその時の映像もらったの、マウ DVD にさ焼いてもらってさ、もらってさ、でママとかとさたまに見るんだよ今でもでさ当時もさ家帰って、まあその場はねまだママとかもさ感動モードだったから全然あれだったんだけど、家帰ってきていざ見てみたら、えおかまみたいになっちゃって、なんかえお姉みたいな、今お姉いたとか言って、ママのさ歌声がなんか低すぎてなんかうーかーゆきもーみたいになっちゃってえ待ってお姉いた言われる、本当にオカマウマじゃないの。ハッピーアイスクリームさんこんばんは。そうそうだよ、ちゃんと仕事してくれる人とは別に尊敬してますよ、本当そういう人は。そうだ、未だにいじられるねそれ。よかった下の名でそうならなくてと思って、そう
来るじゃんだからあの当時は本当にあの感動してたって言ってたけど、なんか改めて見たらうわお姉いたとか言って、おもろくね。いやっていうかさ、ごめんけど声の低さあなた譲りなんですがと思いながらね、ママが声低いから。そうだから私もさ遺伝してこうなってるわけなんだけどあなた譲りですがと思いながら。リッチーさんこんばんは、お帽子とハートありがとうございます。いやお面を探せじゃないのよ、しかも言っちゃってるしね部分を。もう本当にびっくりと思ってね、失礼しちゃうよね本当にさと思いました。おもろいでしょ。そう、そんなことがあった。そういえばね、いい思い出です本当に。じゃ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 、あ間違えた、ん、じゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん、そう、後から笑える方がいい、マジそれな。正月久しぶりに映像倉庫確認して、確認してぜひ見てみて、そのダーメロのところ見てみてください。ぜひ。あ、ポンさんこんばんは、コウモリありがとうございます。うん、眠たくなってきたし、明日みんなお仕事だと思うからもうそろそろ寝ようか。明日も配信するよ。明日も配信するよ。見返したら逆に感動して泣くかもしれない確かにそれな、逆にねみたいな。今日もありがとう。いやいやこちらこそどうもありがとうございます。ありがとう。片知恵さんこんばんは、コウモリありがとうございます。そして親衛隊135人目、ありがとう。流れ星もありがとうございます。はい、ということで皆さん明日も元気に過ごしてください。あれ、まあの顔見て気分晴れた、嬉しい、よかった、少しでもお役に立てたならよかったです。ということで皆さんゆっくり休んでね、ね、体調も気をつけて、また明日、おやすみ、ありがとう、おやすみ。